腹すいた。あ、旅人、やっほー。出かけるの？僕も連れて行ってよ。原神1周年おめでとうございます。ウェンティ役の村瀬あゆむです。そうですね、もうなんか久々にめちゃくちゃハマったゲームっていう感じのが、まあ僕自身プレイさせていただいてるんですけれども、そのキャラクターのやっぱグラフィックもすごい素晴らしいし、あと最初やっぱすごく広いこの世界観、テイワットの中に放り出されてから、だんだんとこのテイワットのことが分かってきて、で、ストーリーの方にこう没入してって、っていう感じを味わえてるのが、なんか何よりこう楽しいなと思いまして。あとまあ、ゲーマー的な視点で言うと本当に生物の厳選がすごく楽しくて、もう毎日毎日もう800割して、ずっと最近は絶縁の生物のところに毎日こもって周回させていただいております。そうですね。まあ、ウェンティ自身のことは結構、まあ、モンドのね、方のストーリーで伝説任務とか、すごくこう、なんか切ないというか、まあ、彼自身すごく長い時間を生きてしまってるので、もう思い出にも、もう、遥か昔の思い出なんだけど、でも心の中にやっぱりどこか約束とか、すごくこう、自分の中に残ってることとして大きな出来事なんだなっていう感じで思ってはいるんですけど、まあ、すごくひょうひょうとしてるので、こう自分の心の奥底あんまり見せることないけど、旅人に対して、やっぱモンドのね、この中心に立ってる像の上のところで心開くシーンとかは収録してた時にも、あ、なんか多分そのウェンティなりに切なさとか思いとかいろいろあるんだなっていうのもあり、あとやっぱりキンリンゴ群島のクレーとの絡みがね、なんかすごく人気だっていうお話を聞きまして、銀遊野郎のお兄ちゃんっていう、もう何を指してるのかすらちょっと危うやな感じのクレー号に近い感じではあるんですけど、あ、お兄ちゃんなんだと思いまして、まあ僕もさっきちょっと彼っていう風に言っちゃったんですけど、ウェンティの性別ってその神様にそもそも、例えば勝利先生だったら、まあ、男の人って見えるし、で、ライデン将軍だったら、まあなんかお姉さんっていう風に見えるし、で、ウェンティだったらまあ少年なんでしょうけど、セリフをこう聞きながらこう思って、その後僕もトワリンタクシーに乗りました。はい。僕は、これもめちゃくちゃ期待してることなんですけど、その、原神の世界って、いわゆる、まあ、ディオナとか、で、あと、稲妻でいうところのゴローとか、こう、耳が獣っぽい感じのキャラクターとか、ちょっと獣がモチーフになってるキャラクターとかいるじゃないですか。で、クレイもキンリンゴ群島のね、ストーリーの流れで、あ、人間じゃないんだ、みたいな、話が出てきたりとかしたんで、その、異種族みたいなのがこう、いる示唆はされてるから、もう完全な獣人キャラを出してほしい。完全な、もうなんか、ライオンで二足歩行で、もう毛がモフモフですとか、狼で二足歩行で毛がモフモフですみたいな感じの、そういう感じの、僕獣人すごい好きなんで、そういう感じの二足歩行の、なんか、獣人を出してもらえるととても嬉しいなというふうに思ってます。どうなんですかね。そうですね。どうだろう。なんかこう、さっき話した旧友の話もそうですけど、やっぱ外見は同じでも、なんかこう、ちょっと心とか性格が違うっていうのも面白いですけど、もう全く違った外見で、なんだろうな。僕普段はまあ、ウェンティぐらいの声とか、もうちょっと高めのキャラの声、お芝居させていただくこともあるんですけど、意外と等身が高いキャラクターもやらせていただくことあるので、こう、もうちょっと年齢感が上がった感じの、細い感じのなんか切れ長な目のイケメンの人とか、氷属性っぽい感じの人とか、ちょっとやってみたい感じはしますね。はい。なんだろうな、難しいですね。でも原神の世界観が、もうすでにテイワットっていうので出来上がっちゃってるんで、それこそコラボとか、最近だとね、ちょっと別の世界からね、この氷の弓を使う方が、出たりしましたけど、ああいう感じで、もしなんか自分が普段アテさせてね、いただいてるアニメとかのなんかキャラクターとコラボしましたってなって、なんかそっち側のコラボの方の世界観の、まあ、学園ものだったらなんか学園っぽい感じの、なんか異次元みたいなのに、こう、テイワットの人たちと、そのアニメの方の人たちがなんか一緒にコラボしたりとか、そういうのも、なんかそれもそれで、なんかごちゃ混ぜ、ごちゃ混ぜ闇鍋的な感じが面白くなりそうだなと思いまして、どうなんだろうな。
他の人があとどういう風なことを期待してるのかっていうのもちょっと楽しみですけどね。でもすごい原神さん、その世界観、テイワットっていう世界観すごい大事にして運営されてるのがユーザー側として分かってるので、本当に新しい驚きをでも美穂代さんの方に期待していきたいと思います。